撮影スタートだ。あ、すいません。シナリオとか。あ？いりますか。あ、監督、ちょっと。こいつらがとんでもない敵場の奴ができるようになったんで、ちょっと見てくれ。いいか。おい、いいかってみろ。行くぞ。よい、スタート。うれい。はい、どうぞ。何なんだこれは。この人たち実はヤクザで、今いろいろと事情があって池上組っていうところといろいろとなんか大変で、でその殴り込みをちゃっかり映画にしようっていう、それで今みんな頑張っている最中です。え、すいません。え、本当ごめんなさい。なんてことだ。映画の神様、あなたは決して私を見捨てなかった。これこそ俺の求めていた最高のシチュエーション。これこそ二度と撮れない奇跡の映画。で、こっちが谷川と美希というカメラマンです。よろしくお願いします。で、で、平成のブルース・リー、百人力です。あなたたちがヤクザチームのスタッフさんですか？はい、撮影部です。おい、はい、照明部。おい、あなたたちは？はい、録音部です。ちゃんとやりますよ、あなた方。自信はねえけど死ぬ気でやるやす。こいつら死ぬ気でやれる。てか死ぬかもな。死ぬのはいい、死ぬその心意気もよくわかる。だけどちゃんと抑えるところは抑えてくれないと。ええか、俺のプランは。私にもプランがある。俺のプラン。私のプランは。俺のプラン。私のプランは。俺のプランだ。なんか飲み会みたいになっちゃいましたね。よし。大丈夫。大丈夫。なんだおめえら。大事に扱って。ちょっとそこからちょっと動かしてみる。上にかちょっと。はい、はい、パンしてみて。うん、じゃあ今度逆。そうそう、ストップ。いいよ、じゃあそうそう行こうか。よーい、スタート。スタートだとかカットだとか撮影してたのか、無道具のやつら。みんなカメラ目線じゃねえか。倒れたやつも変にかこつけてるし、どいつもどいつも芝居がかってる。いかん、圧倒的に意識してる。どこが違う。そうか、俺たちはリアリズム、やつらはファンタスティック。リアリズムじゃ負け。いかん、誰も奴らが妙に迫力あるのだ。カメラのせいだと気づいてない。このままだと負ける。
というわけだ。こうして池上組は滅びていく。こんなことですよね、監督。え、娘さんは一緒に行きますか。いやよ、ちゃんと考えてよ。私が死んじゃったら映画の続きどうすんのよ。このシーンにお前が出んとな。シナリオ書いてよ、ちゃんと。じゃなきゃ納得できない。ヒロイン用の台本。どうします組長、今すぐ書けんか。考えましょう。10秒ください。わかりました。こうしましょう。まず池上組にこのことを事前に電話してみましょう。バカ野郎、そんなことできるかい。いえ、彼らも大人ですから分かってくれるはずです。どういう意味だ。僕はずっと撮りたかった企画です。ぜひ実行に移させてください。はい、武藤組のやつらです。何？おう、なんだ今頃のこの子、白旗をあげんのか。ああ、もしもし、平田と申します。私、特に武藤組のものではありませんが、一つ相談したいことがあるんです。こちらの美津子さん出演の映画を今撮っているものですが。何？どういうことだ。その意味するままです。私は主演女優武藤美津子で映画を撮っているものです。で、信じられないと思いますが映画をです。違う、美津子って。あの美津子、全力歯ぎしりレッツゴー。レッツゴー、ギリギリ歯ぎしりレッツフライ。トッソス。で、今から言うことを聞いていただけますか。美津子はそこにいるの。はい、それじゃあ後ほど。じゃあちょっと向こうに挨拶してきますね。え、大丈夫ですよ。それにちょっと打ち合わせもしなきゃいけないし。おいおい、ちょっと待て。そんなこと言ってお前逃げる気じゃねえだろうな。そんなことするわけないじゃないですか。一世一代の名作が生まれるチャンスなんですから。じゃあ待って、私も行く。おい、お前何言ってんだよ。監視役を、監視役。それにあっちも女がいた方が安心するでしょね。あの、僕も行きます。監督ですから。わあ、え、どうも。先ほどお電話差し上げたものですけれども。こんばんは。入れ。はい。てめえ、気軽に入ってきてんじゃねえよ。今がどういう時か分かってんのか。どういうことだ。ちゃんと説明しろ。あ、ん、なんだこの野郎。あの時の血まみれのヤクザさんだ。ん？いい映画が撮りたいんですよ。ああ、あん時のガキか。なんだお前、ヤクザになったのか。そんなつまらないものにはなりません。俺は映画が作りたいんです。まだそんなことやってんのか。よっぽど金になんだな、映画ってな。あなたたちヤクザとは違うんです。俺は金のために映画なんて作る気はない。そんなことするのは日本映画を悪くするバカども。俺は最高の映画を作って世界中に見せつけてやりたいだけなんです。なんだ、撮ってみで、みつこはどこにいる。全力歯ぎしりレッツゴー、ギリギリ歯ぎしりレッツフライ。あ、いつかの血まみれのヤクザさん、久しぶりで、せっかく映画を作るならきっちりと撮りたいと思うんですよ。ただただ構想を撮ったってスポーツ中継みたいなものしかならないですからね。で、こちらの皆さんともきっちり動きとか段取りとか確認して俺たちの作りたい映画にしたいと思うんですよ。わかった。わかった。おいおい、何言ってんですか。うるせえ。やることは同じだ。やることは同じなんだ。しかし、ただカメラが回るだけだ。そうだろ。その通りです。わかった。最高の映画作ろうじゃねえか。ありがとうございます。失礼。納得してもらいました。お前天才か。すげえなお前。それと銃より刀ですよ。
これこそ日本伝統のアクションです。しょうがねえな、天才が言うなら。その方が男っぽいですよ。そう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 、日本男児なんですから刀でいきましょうね。刀で。僕は考えた、考えた。とにかくシナリオが大切なんです。時間ください。よし、わかった。よし、僕は書く、書く、書くんだ。そう、シナリオは最も重要なものだ。僕が書いている間にもトレーニングは怠らない。録音部も撮影部も照明部も俳優部も。いよいよクランクインだな。佐々木はアクション指導だ。三つ子も次第に芝居が上手くなる。三木も谷川も35ミリを使いこなせるように訓練している。あんた、三つ子はうまくやってるよ。そう、三つ子はうまくやってます。そして僕のシナリオは1項、2項、3項とどんどん重ねるうちに素晴らしくなっていく。そしてすごくいい台本が完成した時にみんなで集まって、できたー、よし、これでいくぞなんて感じでみんなでクランクインを喜び、そうそう、これだ、これなんだよな。しかし、しかしそんな余裕はねえ。今だ。